皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今回は加藤学園行修高校の塾対象説明会のお知らせをします。この行修高校のね、説明会って結構説明の時間は1時間なんですけど、その中にいっぱいいろんなことをね、たくさん詰め込んでいる説明会で、私イメージとしてね、もう聞きながら一生懸命メモを取っている、こういうイメージを持っています。さて、その説明会、日時令和4年9月16日の金曜日、この辺に行われます。富士見高校は前日の15日の木曜日、行っているので、その次の日になりますね。で、受付は10時から10時30分、そして説明会が10時30分から11時30分、その後30分の質疑応答が組まれています。内容はまずコースの説明、いくつかのコースがあるので、それぞれのコースの説明ですね。そしてその次に募集要項で、このコースではこのくらいのレベルの生徒が受験できます、こちらのコースはこのくらいのレベルの生徒が受験できますよ、テストではこんな部分が違いますよ、そういう内容まで含まれています。で、参加、コロナ対策ということで一軸1名の参加、このように、人数制限されていますね。1教室1名じゃないんですね、一軸1名なんですよね、まあ、ちょっと厳しいですよね。で、参加申込書、こちらが届いている塾さんはその申込書、記入してファックスで送るか、また同じ内容を行修高校さんの方にメールで送ると。まず塾名、参加者名、そして参加者の役職などしっかり書いてメールで送ってください。説明会のこれお誘い、お知らせが届いていない塾さん、こちらの塾さんは、行修高校の方、こちらに問い合わせをしてみてください。担当は教頭先生になっています。今回は加藤学園行修高校の塾対象説明会、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。